あ、どうもこんにちは。シュート吹かしちゃったフォワード、すね当て直しがち、どうもラファエルです。今日はですね、乾選手がずっとリフティングの宿題を挙げてくださってるんですけど、まあ、乾選手昔からめちゃくちゃうめえなと思ってたんですけど、ついに今日の朝上がってた技がですね、もうその技やんのみたいな、フリースタイラーしかやんないでしょみたいなすごい技やってたんで、今日はその技を解説していきたいと思います。それでは最初にその問題の乾選手のすご技ご覧ください。やばくないっすか。最近ですね、私どもフリースタイルパークはですね、お TikTok の方始めてるんですよ。で、お TikTok の中ですね、もうリフティング上手い人たちめちゃくちゃいっぱいいるんですよね。だから多分あと数日間ぐらいしたら、この乾選手の技とかもう上手い子たちがバンバン動画上げまくると思うんですよ。なのでちょっとこのままただ技ができるだけだと、もう他の上手い子たちね、埋もれちまうと、お TikToker たちが上手すぎて僕らの技が埋もれてしまうということで、今日はこの動画を最後まで見て練習してもらえれば、乾選手の技ができるだけではなく、誰もやってないような動きに見せるテクニック、アレンジの仕方を紹介して、2パターン TikTok や YouTube や周りのサッカー友達と技が被らないようなアレンジの仕方を紹介したいと思います。それではまずはじめに、乾選手が一番最初にやってたテールフットクラッチっていう動きをやっていきます。本来テールフットクラッチっていう挟み方はこのように体が斜めになるような挟み方をするんですけど、乾選手は多分みんなに見やすいようにしっかりこう真後ろまで行ってからこういう感じで挟んでくれてます。なので今日はこうしっかり乾選手流の真後ろまで行って挟む方法を紹介したいと思います。で、僕はもうリフティング成人なんで、リフティングはいくらでもできるんですけど、こういう挟み技を練習するときはリフティング上手い人でもこう投げてから練習することをお勧めします。なぜかっていうと、こうリフティングのセット、この上手いところに蹴るっていうのが意外と難しいんですよ。で、その蹴れてから練習に入ると練習効率悪いので、基本的には手で投げて挟めるようになったらリフティングから入るようにするといいかなと思います。はい、この挟み技テールフットクラッチのコツ、めちゃくちゃ大事なコツが一つあります。これよく見ててください。挟んだ時のこの足の、こいつの足の角度がめっちゃ大事です。分かりやすいように横向きになります。多分普通に挟んでもらうとこんな感じ、つま先がこう下向きになってかかとが離れてる状態で挟むと思うんですよ。で、普通に挑戦してもらうと大体の人こうやって挟むんですけど、実は僕たちフリースタイルフットボーラーはここでボールを安定させるためにこういう挟み方をしてます。つま先の位置がさっきはこうだ、下向きだったんですけど、横に向くように、足の裏が上に向くようにしてかかとをボールにつけてます。このかかとがボールについてるかついてないかの違いでかなり挟まってる時の安心感が違うんですね。これ実はここがすごい大事です。このダメな例といい例の違い、何が違うかっていうと、かかとを使うことによってお尻とふくらはぎとかかとの3点でボールを挟めてます。なのでしっかり挟めて安心感が生まれます。で、これがかかとが離れるとお尻とふくらはぎ、しかもこれってボールの真ん中じゃないんですよね。ボールのど真ん中同士だと綺麗に挟めるんですけど、ちょっとこうずれて下2つ、お尻、ふくらはぎ下2つになるとこうやって力入れるとずれちゃうんですよ。だけどこのここね、ここに挟まるとしっかり止まるじゃないですか、力入れても。わかります？こことこことここ、これがお尻でふくらはぎでかかと、顎がかかとなんわかりますか。お尻とふくらはぎだと位置関係的にも力入れちゃうとこうやってずれちゃうんですけど、かかとがあることによっていくら力入れてもずれないんですよ。ここがしっかり止まってるから。はい、ポイントその2、次はボールのセットする位置なんですけど、理想はど真ん中です。ここね、ど真ん中でセットできればそのまま真後ろに向いて挟んでもらえれば収まるので、ど真ん中が理想なんですけど、リフティングしながらだと毎回そういうわけにはいかないですよね。で、ずれてしまった時の話をします。左側、体の左側で右足でキャッチするんですね。僕は右足でキャッチするので、体の左側にずれちゃった場合は回転が甘くなるだけなので、まあまあできます。左側はそんなにしんどくなくできるんですけど、
右側行っちゃった時は普段よりも多く回んなきゃいけないんでちょっと難しくなるんですよ。だからずれたとしても左こう回る回転が少なくて済む方に、ずれるようにしましょう。極力右利きの人はこうやって右にずれないように。これだと結構ねリフティングからやった場合かなりで間に合わなくなっちゃいます。じゃあわざと左にもずらしてみます。どうでしょうか。左は楽に挟めるんでずれちゃっても大して気にすることはないです。で、乾選手はここからさらに半回転して前まで持ってきてからこの動き、ちょっと僕技名知らないんですけど、ブロッキングオーバーザワールドっていう風に僕は呼んでます。それではこのブロッキングオーバーザワールドについて説明していきます。こっから投げて逆足のレッグオーバー、2回またいでるように見えるんですけど実は1回しかまたいでません。こっからこっちの足はもう下ろすだけで終わりです。ボールを挟んでいる方の足はもう下ろすだけで終わりで、大事なのはこっちの最初の軸足が綺麗に一周回さなきゃいけないのでここがちょっと難しくなります。練習方法は2つ、右足の練習の仕方、左足の練習の仕方です。挟んだ状態で軽くジャンプをしてください。これの、ジャンプし始めから一番高いところまでここ上がりきる前にボールを離します。そうするとこうジャンプしながら手で持ってるとボールも浮きますよね。この浮く力を利用してこうやって挟んでる時も一緒でジャンプしてボールを離すとボールがかなり上がってくれます。なのでここで意識してほしいのはこうまたごうと思って思いっきりやっちゃうと今めっちゃ綺麗にできたけどこうやって上がりすぎて足に当たっちゃうことが非常に多いです。なので自分のジャンプの力これだけを使ってやることでボールの上がり方を調整できます。それではこっちのボール挟んでない方の足の練習方法を紹介します。左足がやることはレッグオーバーっていう技術を、やります。レッグオーバーは単体でやるとこの技になります。右足でボールを蹴ったら左足でまたぐ、これがレッグオーバーです。この技術を使ってます。で、今回この技はレッグオーバーよりちょこっとだけ難しくなります。なんでかっていうとレッグオーバーのスタートの地点はかなり低いんで上がって落ちるまで時間はかなりあるんですけど、今回はこっからスタートなのでちょっと時間がこっからここまでの短い時間になってしまいます。はい、なのでこれはレッグオーバーができる人もこの練習の仕方をしてみてください。レッグオーバーができない人もこの練習の仕方でレッグオーバーが上達しますのでちょっと試しにやってみてください。体の前でボールを持ちます。で、軽く上に投げて落ちて上がってきたらスタート、投げて落ちて上がってる最中、ここはまだ動かないですよ。まだ動かないでボールが浮き切ったなと思ったら動き始めます。まずこれをやってみてください。これが、待てれば待てるほどブロッキングレッグオーバーの成功率が上がります。意外と足だけじゃなくて僕ら上半身かなり使ってます。特にまたぎ技は腹筋かなり使ってるので腹筋を意識してやってみましょう。またぎ始め膝が胸に近づくぐらい上体を倒して腹筋に意識を持っていってやるとかなりやりやすくなります。上体が起きたままやるとこうボールが遠くなってしまってかなりコントロールしづらくなります。あとまたぎの速度も若干落ちます。なのでもうここから膝は胸に近づけたら速攻下ろすぐらいの気持ちで体を前に倒して体がくの字になるように、体がくの字になるようにしてあげると、またぎ技はめちゃめちゃやりやすいです。さあ、それでは、アレンジの方をしていきたいと思います。できるだけ人と被らないように今回アレンジする技は2つで、今紹介した乾選手のテールフットクラッチからブロッキングオーバーザワールド、これラストが逆足になってしまうので左足苦手な人はちょっと苦戦しますよね。なんで得意な足だけでやれるやり方を紹介します。いきます。落としてテールフットクラッチ前向いたらそのまま右足で取るやり方です。この動きにも決定的なコツがあります。最初のハサミは先ほど言いましたようにかかとをつける、で前向いた後にやるのは足を回すのではなくてジャンプと同時に、足を離すんですけど、離した後にやること膝を横下、膝を横下って動かしてください。ちょっとやってみますね。
ジャンプしたら横下。ジャンプしたら横下。いう風にするとかなり時間に余裕ができてキャッチできます。横は今ちょっとわざとらしくやったんですけども、本当ちょっとでいいです。本当はちょこっとだけで大丈夫なんですけど、またいでる風に見えるけど、意識するのはジャンプして離したら膝を横下、膝を横下に持っていくっていうやり方です。ちょっとアレンジが3つになっちゃうんですけど、この技のアレンジの仕方、さらにアレンジしてみたいと思います。乾選手は宿題としてみんなに分かりやすくするために一旦ここで後ろで止まってくれてたんですけど、ただ僕らはチャレンジする側なんでかっこよくアレンジしていきたいと思います。この止まる動作を省くだけでかなり見栄えが変わるのでちょっと見てください。これどうですか、ちょっと派手に見えませんか。はい、じゃあこのアレンジをもし挑戦したい人がいれば、意識してもらいたいのは軸足の重心を乗せる位置です。この挟んだ後かかと重心だと回った後に体がぶれやすいし、かつジャンプまでに1回つま先に重心を持っていってからジャンプするってことになるのでちょっと時差が生まれやすいです。まあ、挟んで速攻回りたい人はこの母子球、親指の付け根のここ母子球で着地します。挟んだら母子球で着地、映ってから挟んだら母子球で着地して、そのまま腕を手前まで行ったらそのまま母子球でジャンプっていう風にするとかなりスムーズに動けます。はい、それではアレンジその2、こっちはちょっと難しいかもしれないんで、乾選手の宿題が完璧になった人はやってみてください。さっき言った最初のハサミからの時差をなくしてそのままスピンに入るやり方、母子球で着地して、腕を使って息をつけるっていうやり方をして、そのまま最後のブロッキングオーバーザワールドをやります。ちょっとやってみます。めっちゃ派手じゃない。これもさっきの片足でやるこの技と一緒で母子球で着地してスピン回転ができればかなりやりやすいです。で、僕はかなりこう回ることが得意なフリースタイラーなんですよ。カッコつけようと思ったらなんかひたすら回ってる時もあるんですけど、回るのが得意です。なんでかって言ったら回り方のコツがあって、最初に手を広げときます。手を広げて挟んだなと思って安定したら一気に手をキュッと縮める。アイススケートの選手とかが回るときこうやって縮めてるじゃないですか。手は広げたとこから縮めるとかなり回れるようになります。なのでちょっと今日はラストにチャレンジで、一周多く回ってブロッキングオーバーザワールドやってみたいと思います。どうでしょうか。朝一にしてはちょっとハードなトレーニングだったんですけど、ちょっと回転が多くなるんで気持ち悪くならない程度に休憩しながらやってください。特にラストにやった1回転多く回るやつとかはサッカー選手でやってる人は見たことないので、早めにちょっと手をつけてやってもらえるといいかなと思います。それではフリースタイルパークレッスンエピック校第3弾以上で終了になります。またちょっとレッスン動画、解説動画を出していきたいと思いますんで、やりたい技があったらコメント欄とかに書いてもらえればすぐに撮りますんで、今日も乾選手の動画を見てから30分後に撮り始めて、まあ、1時間ぐらいで撮れてるんですぐに対応できると思います。よかったらなんかやりたい技がもしあったらコメント欄に書いてもらえれば速攻上げますんで、よかったら書いてください。以上です。また次の動画で会いましょう。